はい、チャンネルパパちゃんです。わー、はい、ということでですね、始まりました。じゃじゃん。さあ、はい、ここに書いてあるものを読んでみましょう。息子ちゃん、どうぞ。ヘラクレスリッキー。正解です。そう、ヘラクレスリッキーです。今日ですね、いつものショップに、ギラファのコギリクワガタのですね、交換と、あと、交換用の禁止瓶と、それからマットをですね、買いに行ったんですけど、そこでですね、リッキー見つけちゃったんだよね。うん。だから、思わず買っちゃいました。で、ちょっとね、ただ1頭だけなんで、もうちょっと他にもいたから、ね、ちょっと次行った時にね、縦のオカブツとか、うん、もういたよね。なんで、まあちょっとね、メタリッペル、コンスキー、結構いたね。そう、でもうちょっとまたお小遣いもらえたらね、ちょっと買いに行きたいなと、残りの、うん、そうそうそう、ダマンズとかね、はい、ということでね、奥さんそうです、はい、はい、はい、です。というわけで、まずじゃあこの、ヘラクレスリッキーですね、はい、体重測定して、移していきたいなと思います。おお、さあ、オープン。はい、さて、じゃあこの中にですね、はい、いる子をですね、出していきたいと思います。スイッチってどこ？もう入ってるよ、スイッチ。あ、これ？あ、このこっちのスイッチの音？うん、うん、これね、スイッチね、T。 あ、ここ、一番左だね。この一番左のボタンね。うん、分かった。はい、ね、よし、じゃあまずこのね、中をね、ちょっと見ていきたいと。で、ここ一気にぶちまけちゃおうか、こうやってね。はい、ゆっくり、いました。発見です。さあ、ヘラクレスリッキーの幼虫ちゃん、今ここにいましたので、でかい、でかい、ちょっとでかくね、でかい、でかいでしょ、本当、はい、ちょっと待って。さあ、リッキーの幼虫ちゃんです。元気ですね。元気。うんね、この子オスなのかな、メスなのかな、いまいちよくわからないんだよね。うん、ね、まだこれくらいだとちっちゃくてわかんないかな、どうなんだろう。ちょっと待ってね、一回止めますよ。これ、ああ、ゴロンいっちゃったね。ゴロンしたら怪我しちゃったね。ゴロンは大丈夫だよ。見てる感じ、おそらく卵巣見えないので、おそらくこの子オスなんじゃないかなって気はします。なんでね、あとはちょっとメスがね、こう仲間としてきたらいいなと思います。じゃあ測ってみましょう。はい、ではじゃあつけてください。オン、いいですか。はい、ではいきまーす。コロン、何グラムかな。はい、4.1グラムだね。重いか。どこ、まだちっちゃいじゃないこれ。めっちゃ震えてるぞ。寒いかな。寒いとか感じないはずなんだけどね。ゴロリちゃん、ゴロリちゃん、オスだね、多分ね、オスっぽいです。はい、というわけでね、じゃあこの後ですね、お引っ越ししたいと思います。はい、じゃあいいですよ、ありがとう。コロン、あ、また食べるんだよ。ね、はい。ねえ、はい、お家の方ですね、リッキーちゃんのお家が完成しました。単純にね、餌いっぱいたっぷり詰めただけです。では、2人ともいいですか？リッキーちゃんを入れてください。どうぞ。リッ
じゃあこの中に、はい、オープン、はい、どうぞ。ザザ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 、もっと思いっきり一気にえいって言っちゃえ。はい、行きました。はい、さあさあ入りましたね。はい、この中にいるリッキーちゃんがそのうちきっと 50g ぐらいになります。今よりも 12.5 倍の大きさになります。 12.5 ってわかる？メートル。いや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 、それはもう化け物です。 12.5 メートルクロールで泳ぐ。泳ぐ、うん、この中泳ぐの、あなた。あ、殺した。怖いこと言うな、いきなり。撮影始まってんのに僕何匹か殺したとかわけわかんない。はい、あ、小林か。あ、びっくりした。何言うのかと思ったよ。あ、びっくりした。はい、さあではですね、ヘラクレスリッキーちゃん1号、我が家の1号です。オスかメスかは分かりません。ちょっとね、あのフラッシュで撮影するとですね、この子ですね、あの動きが止まるんですね、その都度ね。なんでちょっとびっくりしたんじゃないかなとは思うんですけどね。さあ大きく育って、ヘラクレスリッキーブルーに育ってね。え、だってほら、ヘラクレスリッキーってことは、ヘラクレスリッキーブルーに育つ可能性がちょっとあるってことでしょ。ない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 。だってヘラクレス1000人のうちの1匹しか出ない珍しいやつだ。だからヘラクレスリッキーブルーにもしかしたらこの子が1000匹のうちの1匹でなるかもしれないんじゃない。1000匹いないから。いやいや、だからそれは1000匹飼ってるわけじゃないけど、あれでしょ、くじ引きと一緒でしょ。ね、ということでね、期待してます。はい、というわけで今日は、ここまでです。ありがとうございました。うん。